この形見が欲しかったわけではなくて、生きて帰ってきて欲しかったと、こう出家してしまったり、もしくは病気で死んでしまったならば、まあ仕方ないのに、どうして自ら命を絶つことを欲してしまったんだと言って、この形見をです、ね、受け取らないんですね。西に傾く月を見れば、いざやわれもつれんと、なむあみだぶつみだにょらいむかい。見どころ講座ということで、清常の会の方ということで、上演させていただきますので、この曲は連れの夢の中にしてが登場するという形で、普通のいわゆる修羅物と違って、得意な形態をとっているところが特徴的なところでございます。導入部分としては、清常の形見を持って脇の淡津の三郎が参りまして、形見を落として、で形見を見て、そのうちに夢の世界に入っていて、申し上げたようにしてが登場してくるという展開になっております。形見の存在がとても大事だということを思い浮かべていただけるとありがたいと思います。替えの方というのは、登場のところの歌いが少し省略されて出てくるということと、それから型どころ、癖の中、端がかりに行ってまう部分がありますので、そこが常と違った舞になるというところでございますね。その他細かくはいくつもございますけれども、それよりも見て楽しんでいただいて、感じ取っていただけることが一番大事かなと思っておりますので、今日はどうぞよろしくお願い申し上げます。源氏と平家が平安末期に日本を二分しまして戦った大きな内乱がございまして、その中に登場してくる平家の一人なんですね。平家の武将の一人でございます。一番有名な平家の人といいますと、平の清盛ですね。源氏と相対峙したその、平家方のリーダーですけども、その、清盛の嫡男ですね、後継ぎの人が平の重盛、その人の三男というふうなことなので、清常からしますと、おじさんが、平家のリーダーというふうなことになります。すごくこう繊細な人だったということがこう描かれているんですね。約860年前に亡くなっているんです。平家が、木曽義仲に、攻められて、で都に住んでいたのを都から出ざるを得なくなってしまった年なんですね。そして、九州の方に平家は落ち延びていきまして、そこで体制を立て直して、また、都京都を奪還しようという、そういうことで九州に落ち延びるんですけども、その落ち延びた先で、味方だと思っていた武将に、裏切られというか、味方になってもらえず、どうしようかというふうに、困り果てている平家の一門がいまして、その中で、この清常という人は、その将来思い悩みまして、自ら、命を絶ってしまう、その船でこう落ち延びておりましたから、船から、身を投げて、でそして受水自殺を図るというふうになります。そのことは、平家物語にも書いてありまして、その清常がまだまだ平家の一門たくさん武将がいて、これから、都を取り戻そうというふうな時にあって、平家のその不運のまず第一の始まりが、この清常の受水だったというふうに描かれているんですね。で、それを題材にして能に作り直したのが、有名な世阿弥でございます。世阿弥もこの清常は自信作であったというふうなことが、いろんな書物からも描かれて、いるんですけれども、特徴としますと、その清常が受水した
時のことを物語にするのではなくて、受水した後こういう物語があるんですよっていうふうなことで能を作っています。まあ、今の大河ドラマとかも文献とかいろんなものを元にしてますけれども、実はこうだったんじゃないかっていう、その脚本家演出家の過分なるその創作みたいなものをこううまく織り交ぜて作っていると思うんですけれども、まあそれに似たようなことだと思っていただければと思います。草がついてて真ん中が少しこう俵状になっているもの、これが清常が受水自殺をする前に残したとされる形見と呼ばれる。で、何を残したかっていうと、自分の髪を切って形見として、残したとされている。でその形見を家来が、都に住んでいる妻のもとへ届けるというところからこの清常の物語が始まるわけです。妻にこの形見を渡すと、妻は、この脇柱のすぐ下の脇座というところに座っておりまして、まあ形見をこう手に持つんですけれども、どういうふうなことを思うかというと、この形見が欲しかったわけではなくて、生きて帰ってきて欲しかったと。こう出家してしまったり、もしくは病気で死んでしまったならば仕方ないのに、どうして自ら命を絶つことをしてしまったんだと言って、この形見をですね、受け取らないんですね。受け取らないで、返してしまっておりますと、だんだんとこう世界が清常の妻の夢の中にこう舞台がこう変わっていきます。そうしますと幕から、清常が登場してまいりまして、で、登場してきた後の歌いというのが少し短くなります。で、いかに古し人清常こそ巻いて将来と言って、妻のもとへ現れる。で妻は、妻でこう、自分の夫に言いたいことがあるわけですね。どうして、自ら命を絶ってしまったんですかと。いやいやこれは仕方なかったんだよというふうなことを清常は言います。ですけどもやはりそこは妻としては、それを受け入れられないわけです。なので、ではと言って、清常は自分が、どうしてこう自殺を自害をしなければいけなかったのかということを、こまごまですね、話していくわけになります。で、都落ちをしていきまして、九州の宇佐八幡というところがありまして、そこの神社に行ってお参りをしたところ、もうこの平家というのは誰も味方する人はいませんよという神様のお告げをもらってしまうわけですね。で、そのお告げを受けました清常。その何を見てもこの平家を追ってくる源氏に見えてしまうわけです。この清常という演目の一番の見せどころといいますか、見どころの一つというのは癖と呼ばれる長い舞の部分になるんですけれども、その舞の中の文章の中に、船で逃げている平家ですから、こう船をこう進めていくと、後にこう白波がこう船の後ろにこうたなびくわけですね。でそれを見て源氏のことを源氏が追ってきていると思ってしまう。また遠くに白鷺の群れがこう群れいてこう木にこう白い鳥が集まっているのを見ても、あ源氏が追ってきているって思ってしまう。なぜそう思っているかというと、源氏の旗印は白なんですね。ですから白いものが追ってくる、白いものに囲まれてこちらを飛んでくるんじゃないかっていうふうに見ると、こう源氏に追われてるっていうふうに思ってしまうというふうな、そういう状態になるわけです。余談ですけれども、平家は赤が旗印で、今この紅白歌合戦ですとか、
運動を変えて紅白分かれているというのは、まあ、ここから来ているという説もございます。でそのようにこう源氏に追われている源氏に追われているというふうなことを思い悩んでおりまして、ある月の出る夜に一人で船の上に行って、船のこの平板というと、まあ、先に行くですね、立ち尽くして、そして、清常は笛の名手とされておりましたから、持っていた笛をこう吹くわけですね。でそうしますと、やはりこうこの世にはもういられないというふうなことに主に至るわけです。船よりかっぱと落ち潮のといって、まあ、船に沈むんですけども、で、その沈む前に実は清常あることをやっております。西に、さっき申しました西に傾く月を見ればと、月にこう拝むんですね。月に向かって、南無阿弥陀仏と一言唱えてからこう受水自殺をする。その、一言唱えた、南無阿弥陀仏という一言で、この清常は最後成仏していきましたよっていうふうな終わり方になるんです。ですけども、清常の奥さんの方は、まあ、置いてけぼりですよね。どうして死んでしまったんだっていうふうなことをこうずっとこう、思いながら生きていく。この、清常の物語というのは、清常の思い、分かってほしい、妻に分かってほしいという思いと、それから、妻が清常に対して思っている、生きていてほしかったっていうこの思いが交わることがないんですね。平行線なんですね。これがちょっとでもこう内側に少しでも向いていれば、遠い先にこの線が交わることもあるかもしれないんですけど、これは平行なままなんです。夫の思い、妻の思いっていうのがやはりこう交わらないことに対するこの、悲劇というか、そういったものを、見ていただくこと、まあこれは別に夫だから妻だからっていうわけじゃなくて、人の思いですよね。人の思いがこう交わらないっていうところに、この物語の脳でですから、まあ、650年間こう受け継がれてきたその重ならない思いみたいなものに対して、その時の人たちが、その登場人物にどちらかにこう思いをこう重ねて見ていただいているというふうなことになるわけですね。ならし今よ
歌い漏えいし腰方ゆく末をかがみてついにはいつかあだなみの帰らぬはいにしえ止まらぬは心づくしよこの世とても旅ぞかしあらおのい残さずやとよそねにはひたふる強人と人や見るらん よし人は何とも見る目を借りの夜の空西に傾く月を見ればいざやわれもつれんと南無阿弥陀仏如来迎えさせたまえとただ一声を最後にて船よりカッパと落ち地をの そこの御くずと沈みゆく浮君の果てぞ悲しき